こんにちは、はちむぎです。先ほどコストコに行ってきました。でいつも買っているコストコ最強コスパの商品をご紹介していきます。それではやっていきましょう。はい、それでは一つ目、はい、やっぱりなんといってもこれでしょう。まあね、子育て世代なので、はい、もうこれないとね、やっていけない、やっていけない、うん、これには大変お世話になってるからね、うんうん、この箱で2500円で9パック入ってるんですね、うん、そうだね。割る1個何円くらいってことや、300円弱ってことやね。でもさ、その100円ショップにもさ、お尻拭き売ってるけどさ、1パックで、うん、めっちゃ量少ないじゃん。そうだね、そう、量少ないしペラペラ素で、そう、素材が全然違 う, そ う, そ う, そう。でもね、これね、 100枚入ってるんだよね、1パックに、うん、そうなんで、そう、全然違うんです、うん、一度でいいから皆さんにこれを試していただきたい、そうだ、ね、商品ですね、うん、ちょっと前だけど穴がついてたっていう、ね、そうそうそう雲と星と月、月、そうで、すごい大判厚手なので1枚でね、十分拭き取れるとい う, そ う, そ う, そう、私たちのチャンネルでも何回も登場しているコストコ商品です。ベビーワイプス、カークランドの商品です。はい、はい、じゃあ次行きましょ う, いましょう。はい、これですね、見てわかる人参なんですけど、今スーパーでね、人参って1本40円とかするかな、うん、するんだよね。そうで、3本入りでね、120円とかかな。なんとこちら2キロ入ってます。2キュッパでした。2キュッパか。そう、300円というね、もう破格のお値段でしたね。そう、でもね、多いよって思うじゃん、思うじゃん。でもね、全然そんなことない、我が家では。案外使うもんね。うん、やっぱり人参とじゃがいもと玉ねぎは何個あっても大丈夫。そうそうそう、私も離乳食3食作るから、人参あるとね、なんか助かる。あ、野菜取らせなきゃって思うと、人参あると茹でたりとか焼いたりとか、いろんなね、うん、用途があるので、本当に作り置きとかにも結構便利。そう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 、今日もね、人参しりしりしました、はい、オーストラリア産の人参でした。オーストラリア、まあ、国産がいいっていう方もいると思うけどね、うん、次、次行きましょう。こちらクレラップです。クレラップ3本入りです。はい、こちら薬局にもね、あるじゃんって思うかもしれないんですけど、一番コストコが安いですこちらの価格は3本で738円なので、1本240円くらいの商品ですね。はい、はい、じゃ次行きましょう。次ですね、次はまたキッチングッズ、フラッシュですね。私たち結構ね、洗剤をコロコロ変えるんですが、そう、ね、一回一本買ってみて、匂いとね、使い心地気に入ったので、改めてコストコでまとめ買いしました。値段が978円です。1リッター入ってるので、1本これで合計2リッターの分なので、結構安いんじゃないこれ。そうだね、でもなんかフロッシュって泡立たないってよく聞いたんだけど、昔。そんなことなくない？全然泡立つ。泡立つよね、なんでだろうね。はい、フロッシュでした、はい、皆さんも使ったことあるかもしれない、ドイツの洗剤ですね。そうだね、お肌に本当に優しいです、フロッシュでした。はい、はい、こちら最近私たちハマってます、ナッツ。そうだね、最近っていうか1年前からだけど、うん、こちらが値段900円だったかな、988円です。これ小分けになってるから、うん、ちょうどいいね、うん、持ち運びもできるし、ちょびっと食べたい時とかね、そう、すごい便利、ね、最近はおやつに食べてます。はい、もう食べちゃった1個食べたの。うん、あ、さっき食べました。うん、空いてるでしょ。空いてるでは、はい、こちらの最後ですね。今日本日最後のお買い物です。はい、いつもはミチョ買っていたんですけど、今日はホンチョという赤い酢ですね。味は今回のいちご、ブルーベリー、青りんごという3種類でした。何気ブルーベリー初めてだね。爽やか系ばっかりだね。
そうだね、あの我が家では牛乳か水か炭酸水で割るんだよね、うん、割って飲むんですけど、今日は牛乳に混ぜて、そう、ブルーベリーを牛乳で割ったんですけど、もう飲むヨーグルトだよね、普通に美味しかった、うん、これをね飲むと私すごいね腸のリズムが整うというか、で地味に本庁の方が安い、100円か200円ぐらいしちゃって、うん、でちなみにコストコでホンチョとミチョを買うと、ホンチョが1300円でミチョが1500円なんですけど、あのねスーパーで単品が500円で売ってるから、すごいねホンチョはお得、お得だね、うん、今スーパーとか薬局とかにも置いてあるよね、うん、置いてあるね、うん、だんだん広まってきたんかもね、うん、かもね、うん、そこで単品で買うよりはやっぱりね、気に入ったならね、セットで買った方がその季節ごとでさちょっとバージョンが変わってくる、楽しいよね、それが楽しい、いろんな味楽しめるし、うん、私たちももうみちょ本庁結構何パック買ったかな、今まで10分までいってないんだ、いってるよ、絶対いってる、10くらいいると思う、そう、うん、で、ね、月 1回か1回買いに行く感じだから、もう結構経ったやろ、1年くらい経ったやろ、うん、すごいやっぱりリピートしている商品ですよね、美味しいもん、うん、フルーチェをいっぱい食べれる感じ、配合によってさ、うん、自分の好みに変えられるのがいいよね、濃いめに作るとフルーチェになってヨーグルトっぽくなるんですよ、でも薄めに作るとそのフルーツ牛乳みたいな感じで飲めたりとか、そう、炭酸で割ると普通にお酒入ってないカクテルみたいな味になったりとかして本当に美味しい、すごい爽やか、うん、そう、そんな感じです、はい、じゃあコストコのね、私たちの普段買っているコスパ最強商品をご紹介しました、普段買いなのでそんなね目ぼしい、もう特になんていうの、特別買った商品はないのですが、こんな感じで我が家はね本当にもう目と鼻の先にコストコがあるので、もう普段買いの感じで買っております。それではじゃあこんなところで今回の動画はおしまいです。最後まで動画ご覧くださりありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。